ケイさん、はい、こんにちは。こんにちは、ゆきよです。どうもよろしくお願いします。頑張りました。なんかね、さすがです。やっぱ日本一のコーチが2人いるんで、はい、そのお二人に教わって、はい、着実に技術を身につけていってますから。ちょっと後編の動画では何をテーマにするんですかね。まずあれですね、パラレルターン。パラレルターン、ショートターン。ショートターン、ちょっとあのほらスキー歴っていうか今履いてさ、まだ30分も経ってないぐらい経ってない、ちょっと1回斜面降りてきたここまでは大丈夫ですか。順調です。バッチリ。前編ちょっと僕の方のチャンネルで動画出してますけど、ここまでは大丈夫。すごかったですね。最速男です。かっこいい。今までのスキーレッスンの経験上、はい、技術習得度最速、最速、うん、ありがとう。さらなる技術を求めて、はい、滑っていきましょうか。滑っていきます、はい、よろしくお願いいたします。お願いしたいと思います。はい、お願いします。斜面はなんてことない。なんてことないですね。なんてことはない。慣れてきたよ。慣れてきましたね。やります。はい、慣れてきたよもう。じゃあ安全バーも下ろしておきます。はい、お願いします。楽しいね。楽しいですか。超楽しいね。うわー嬉しい、うん、でもなんかやっぱり緩やかな傾斜で、はい、しっかりと基礎的な正しい技術を身につけたいって思いました。おーすごい真面目な、はい、その方が上達が早いだろうなって思いました。うわー、なんか雑にちょっと能力を超えた斜面をおたおたしながら下るより、本当に自分の能力でコントロールしきれる場所で、はい、しっかりと体重移動とか、はい、バランスとか、その荷重をかける場所とか、はい、そういったものを身に染み込ませてからなら、はい、多少傾斜が変わっても対応できるような気がしてます今。おお、まさにその通りです。あ、そう素晴らしいですね。間違ってない。はい、頑張りましょう。応援してます。ありがとうもうリフト降りるのもなんてことないですね。もう技術って今当たり前のような顔してリフト降りてやりましたよさっきはもうおおってなってたんだけど、今はもう涼しい。すげえ。わあーすごいね、美しい。よっしゃ。こういうねちょっとね、慣れてきた頃が一番危ないから、ここを俺は引き締めるよ。だそんな派手な映像にはならないよしっかりと身につけるから。本当はもう緩斜面で5キロぐらい行きたいんだよずっと基本的なターンを繰り返すっていう、その方が絶対上手くなるよ。スポーツってそういうもんだから、正しい技術は最強の敵にも通じるんだよ。そうだ、そういうこと。中途半端な技術でたまに勝つっていうのは偶然だから。俺は知ってんのよ。さっきのはラッキーパンチだからただの俺のポテンシャルだけだから、技術がないんだ。今回は技術を身につけます。はい、さあお二方何からいきましょう。さっき三角作って戻してってやりましたね、はい、あの三角をちょっと小さく、小さい三角戻す、小さい三角戻す。ああで三角作るときにちょっとだけワンポイントは、ワンポイント、ほう、このままだとこう足動かしにくいんで、はあ、三角作るときに少しこの平子の足の方に重心を乗る、ウエイトシフトしてからで寄せる。あ、してからなんだ。シフトして寄せる。さっきはあの三角にしてから乗せてたんですよ。あ、はいはいはい、あ、三角にしたけど曲がんないな、乗せなきゃ。あ、そうそう、でこうしてたんですよ。そうじゃなく最初から乗せて、そうっす、グッと寄せる。ああ、乗せて寄せる。三角をちっちゃくして先にこう体重乗せる。はい、こうですね。行ってみますね。まっすぐでしょ。乗せた、あー寄せた、まっすぐ乗せた、寄せた、乗せた、寄せた。うまいな。もうすぐに足を上げれば、速い方がかっこいいです。速い方がいいんだ、うん。でも最初はちゃんとバランス取れたなって確認して、
足を揃えていくんですけど、だんだんそのタイミングを、ああそしたらこうスムーズにターンしてるように見えるってこと？よし、行っちゃった。体重が乗せれるからいいね。おお。おお。なんかできた。オッケーオッケーオッケー。かなり上達してる。なんかできたよね今。まあまあ上手くね。あれ？連続ターンが簡単になってる。武井さんの今良かったのはやっぱりこの外の足に、はい、ここは開いた足に体重がうまく乗せられたっていうのがすごく良かったですね。そう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 、この姿勢がねすごくいい。この姿勢、この姿勢からこう寄せた時に、開いた時の体重乗せたって姿勢変えないで、こうできると最高なんです、はい、でパラレルはこの位置からこうやってやるんですけど、上下動ってこの位置から一回高い姿勢で、次乗せる低い姿勢っていうのをちょっと繰り返しちゃって、この位置から少しこう持ち上げながら高い姿勢作って、次立ち上がる時、あその時からこういったものを戻す、そうそうで、でもう一回ってこと、力を貯めるっていうターンのところから、ターンで貯めて、でここからこうやって抜いて、でまた貯める、はあ、で抜いて、そういう原理、進むん早くね一斜面だけでもうすぐ次行くやん、おかしいやん。ここから乗せて、おおおお、なんか感じ出てきた。オッケーオッケー。なんだこれ。え、すごくない？おお、なんか3回目ぐらいのターンでスーってまっすぐになったね。楽しくなってきた。自転車と一緒で、あこのパラレルって、スピードが遅すぎると逆に難しいんですよ。ああ。だちょっとまあ縦長みたいな感じで、スピードが出てからツーッと溜めて、で立ち上がって安定したら抜いて、もう逆側に行くみたいな。この時ね、足首と膝と股関節の3つ一緒に曲げる、3つ一緒に伸ばすっていうと、こういう動作がしやすくなる、はいはい、あそう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 、でも自然にそうなりますよね。そうですね、武井さんやっぱり足首が使えるから、足首がねみんなやっぱり使いにくいんですけど、はあ、あの足首が使えると一番これがやりやすいです。足首の動きが一番難しいから、わあすげえ楽しいじゃん。まずこっからスタート、はい、溜めて解放、溜めた伸びた、溜めた伸びた、 OK 行ってみようか。おお、 OK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 、 イエイ、うん、もうこんぐらいだと何とも怖くもなくなってきた。ただただ滑ってたな。もう一回基礎に戻ろう。こんな風に綺麗にやりたいな。こういう風になりたいな。なんかさ、思ったことがちょっとずつでき始めてる、まあ、ここでちょっとまっすぐにして、で向こう側行ったらちょっとこっちに乗って曲がりたいなと思ったら曲がってくれるようになったんで、これは楽しいわ。そらみんな来るわ雪山。さ避けてたけど、なんかほら怪我しちゃいけないなとか避けてたけど、正しい技術を覚えれば怪我からも身を守れるし、でより楽しくなるし、うん、そういうこと。じゃあ次先生の後ろついてなんか真似真似てやって。マジかよ。それはさ、じゃあついてちょっと同じラインを行ってみよう。大丈夫かな。はい。おお。
マジ。おお、いけたじゃん。いけた。いけたと思う。やばいな。前にせいかちゃんがいると全然簡単になる。な、見たまんまをそのままコピーするからすごい簡単だった今。すごいね。ちゃんとついてきて、ちゃんとトレーンで、あのついて滑ってくる電車のトレーン、お、あの連続してこうついてくるトレーンって言うんです。はい。みるみる上達。やべえ、楽しい。ほぼあれだよね。もう3級レベルぐらいまで来てるね。3級?3級。じゃあ次、大きさ。ターンの大きさが、今はどっちかというとロングターンですけど、はい、これさっき言ってたやつ、ショートターン。ターン来たぜ。そう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 。おお、すごいな、でも。危ねえな。すげえ能力だな。普通、あれができないですけど。よく今ので武器変えられましたね。これができない。ちっちゃいハの字だったらできます。ちっちゃいハの字はできそう。ちっちゃいハの字で、うん、さっきと一緒、こっちに寄る。で、今度こっちに寄る。こっちに寄る。こっちに寄る。なんであんな綺麗にツーって回るの？コツは？外の方に体をちょっと寄せて、そう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 、そう、なるほどな、なんとなく分かってきた。外に体重を乗せないと回らないんだ。ついつい内側に乗せようとしちゃうんだ。なるほどな。むずいなぁ、はあ、でもやっぱりあのゆっくりになるとやっぱり本当に正しくやんないといけないから、急になんか分かんなくなっちゃう時がある、うんうんうん、なんか勢いがある方が楽ですね。だんだん理解ができてきたぞ。なんか通していってみたいな。さあさあ、ずっと上から止まらずに下までずっとそれを練習していったら途中で新しい感覚生まれそう。あと、せいかちゃんにさっきついていったのがすごい心地よかったんで、そのついていく感じでゆっくりだけど一回上か下まで来てみたいな。あ、いいね。行きましょう、ね、だいぶもう来ましたね。滑れましたね。どう？いや、僕が見てる感じだと、うん、パラレルターンもできてるし、うん、でショートターンはもう本当にあとちょっとっていうところだと思うんですよね、うんうん、こういうことね。ショートターン、そうです。シャー、ショートターン、シャー。もうまっすぐになるときには次の方にこう開いてるんだな、はい、そうですね。結構スキーって連続運動なんで、うん、ターンあんまりまっすぐのフェーズって少ないんだね、はい、少ないです。じゃあ武井さん投資頑張ってください。よっしゃ、行くぜ。イエイ、行くぜ。よっしゃ、行ってみます。ゆっくりゆっくりゆっくり。楽しい。大丈夫。
やった、いけちゃった、いけた、いけた、オッケーオッケーオッケー、いけた。意外と途中まあまあショートターンにしてきたんですけど、なってました、ずっともらって外して、もらって外してが何回か続いた時があって、あ、これが溜めて伸ばして溜めて伸ばしてかっていう感覚が出てきて、やったー、俺山降りれんじゃん、もう超楽しいじゃん、スキー、何これ、雪山超楽しいじゃん、ありがとう先生、イエイイエイイエイ。じゃあ次どうしようかな、コザックあたりから行って種目が違う、佐藤屋、佐藤屋さんのあの佐藤屋、コザックか。